じゃあ君たちがそれば俺をシェアしよう。ああいいね。焼いてあります。やっぱりこうちょっと炙ることによってこう旨味が増すというか美味しくなるとかそういうことですか。そうですね。やっぱ違うんだな。油がちょっと表面に出てきて余計な油を落としてくれるのと、でも僕の人生に余計な油という単語はないんですけどまあでも美味しくなるということですね。2枚目がする。あー美味しそう。あ2枚目もお願いします。人間も油を飛ばせば美味しくなるのかしら。油は乗るもんです。油が乗ってるねとか乗る。いやいや次出ますね。今そういやいやって久しぶりに聞きました。あそうですね。いやいや、まあ、一番違いね。4人も集まってます。いやいやっていうことは、やばくん。あー美味しそう。しっかり匂いしてきたわ。はい、お待たせ。はい、どうぞ。ありがとうございます。社長から一言。はい、お願いします。お願いします。チームからフォークソングに乾杯。もちろん島優さんです。おー美味しいっすね。ちょっと今僕の締めそば大好きなんですよ。レモンの絞ってます。松さん、あ、忘れてました。あのいつもの神楽坂の千屋さんです。うん、何社長ちょっと2人も今日は今日は2人も社長が全部2人前ですから。2人前3人だよ。飲むとき社長だよ。間違いないです。ついていきます。飲みました社長。歩き、やる気、元気、乾杯したっけ。だいぶいい感じで。もう一回乾杯してる。あ、どうぞ。じゃあ、乾杯のところもう一回。普段はもちろん僕先輩方と乾杯するとき左手でやることなんてないですよ。ただ今日は特別にね許可を得てカメラ持ってるからこの左手で。すいません。ピザ切ります。カットいたします。ちょっと本格的ですね。うん、ユンヌンチョの店とは思えない。ちょっと切れ目がどこにあるか分かんなくてガチャガチャなってるかもしれないです。こんなにあの小麦が食ったら初めて見れるか。すみません、一番最初にいただきます。はい、中身全部取れました。うん、ピザも美味しいです。夜のゲームです。これ消しましょう。トータマシ、ちょっと待ってね。あ、トータマシ、ありがとうございます。来ました、フォーク卵。今日もあの、待ってました。日本ぐらいなんで、そこ帰るから今来たのがフォーク卵です。あれ、来ました、来ました。これがあの、与論島に伝わる与論原本なんです。主役の、主役の飯食とてらしどうぞ。ちょっと緊張しました。いただきます。分かるように一回落ちも使わないから字幕の字幕は入れないように最後に神の感謝をします。ああ、そうです。ありがとうございます。髪の毛ふさふさになりました。よろしくお願いします。同じような作法でやってるんですけど、はい、髪の毛ふさふさにならないんです今度晴れ切る。あ、僕ですか。どうぞ。ありがとうございます。これをまた晴れ切る。ありがとうございます。いただきます。このようにしてみんなで一言喋りながら島優先美味しいこう黒糖焼酎なんですけど同じ量ずつ飲んでいくという儀式でございます。まあ儀式とも言いましても、ね、ただそうそう、おもてなしでただ楽しく飲んでるだけなんですけど、あの世論の人間だった時はどうやって飲むの世論憲法というふうに、まあ、教わってください。よろしくお願いします。いただきます。それですよ。そう、しまいですよ。はい、カット。今日のキーワードはスピーディーということで、何事も早くスピードを持ってやりましょうということでいただきます。
早っ、スピーディー、さすがっす、どうでしょう、なんでトータガナシ、トータガナシ、歌もうまいんだよ、ヒドでも好きです、うん。